皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は2020年も残すところあとわずかということで例の人気企画をやってみたいと思います。それは2020年最も売れた水草ランキングトップ10について発表したいと思います。でこの水草の人気ランキングについては過去もやらせていただいたことはあるんですけどもで前回のランキング発表では 前傾層とか中系層とか後系層とか部門ごとに分けて各ジャンルごとに集計を出したんですけども今回はもう一種格闘技戦ということでもう前系層も中系層も後系層も全部まとめて何が結局売れたのかこれについて発表いたしますで集計の条件なんですけども店舗で販売した組織培養水草のランキングで発表いたします で、除外される商品としては、例えばクリプトコリネのポットであったりとか、ボルビティスとか、ああいう下系ですね。そういったものは、す、え、べ、ー、て除外となります。ただ、販売数量的には圧倒的に組織培養が占める割合がとても多いので、その点については、そういった品種とかも混ぜこぜにしても、今回のトップ10のランキングは変わりませんので、影響はないかと思います。 で、集計方法としては、当店でお会計いただいた時の記録というのはすべてレジにの内容が残っておりますので、そちらをすべてデータ化しました。なので、えー、もう一切やらせなしですね。えー、もう完全にそのままの順位が、えー、当店で売れたランキングとなります。で、今回ご紹介するランキングの水草なんですけども、例えばこれから水草水素を始める方っていうのは、なかなかね、どの水草を選んだらいいのか多分よくわからないといった方が非常に多いかと思います。 で、その時に、今回のランキング結果をご参考に、品種を選んでいただければ、おおよそ、えー、うまくいくというかですね、見栄えの点も、育成の点も、特に問題なくいくかと思います。やっぱり人気になっている品種っていうのは、それなりの理由が必ずあります。なので、マイナーなものを使うよりも、やはりこう、人気で、よく売れている水草からスタートしていただく方が、後々失敗とかもないのかなと思います。で、今回のランキング発表なんですけども、前回と同様、 ただ単にこうランキングを順番に発表していくのではなくてなぜその水草がその順位になったのかについても私なりの考えを一緒にお話をしていければと思いますではランキング発表する前に皆さんもトップ10の水草は一体何が入ってるかなというのを考えながら見ていただければと思いますはいでは早速2020年最も売れた水草ランキングトップ10第10位こちらです オーストラリアンドワーフヒドロコティレです。で、こちらの品種なんですけども、まあ、10位ということで、まあ、順当かなと思います。もう少し上かなと思ったんですけども、結果的に10位でした。やっぱりこの水草っていうのは、とても成長力が旺盛で、えー、育成自体がやりやすいです。で、 結構この葉っぱのサイズもちっちゃくて横にブワーッと保ふしてくれるのでとても綺麗です。ポジション的にはもちろん中継がぴったりなんですけども、ただ前傾にも使えるのでそのあたりも比較的オールラウンドに前寄りで使えるのかなと思います。で、葉っぱの形も結構可愛いのでアクセントになったりとかね、ワンポイントを作るのにとてもいいのかなと思います。はい、では次に第9位。グロッソスティグマです。これはですね、もう私的には予想外ですね。 え、実はこの9位っていうよりもトップ3に入っていてもおかしくないのかなっていうね。えー、もっと人気あるだろうって言ったところがですね、実は第9位だったということで、これはちょっと番狂わせかなっていう感じですね。で、グロッソはやっぱりこの前傾その中でも長期維持に向いてます。結構トリミングにとにかく強いので、 しっかりと低症の状態を健康状態ですね、低症の。健康状態を良くしておけば、割とね、そこまで下手らないです。トリミング繰り返しても、やっぱり新面の展開も早いですし、成長力も早いです。とにかく使いやすいです。ただこの急になったっていうのをよくよく考えてみると、なぜかなと思ったんですが、これおそらくなんですけども、水槽サイズの問題もあるのかなと思います。 こっちはグロッソを前傾層にする場合、やっぱり60センチ水層以上かなーって言ったところがあるんですよね。これが逆にもっと葉っぱの細かい前傾層とかだと比較的小型水層から大型水層まで使えると。まあそのあたり、ちょっと葉の大きさが敬遠されたのかなって言ったところで9位にランキングということになりました。 とてもね、美しいですし、使いやすいし、初心者の方にはとてもいいのかなと思います。ただ、照明だけは、とにかく強いのを当ててください。えー、これがちょ、照明がちょっと中途半端な暗さだと、もう縦にバーっとね、高さが出てしまいますので、芝生に、綺麗な芝生を作りたい方は、えー、グロスの時は、えー、しっかりと強力なライトをつけていただくっていうのが条件になります。はい、では次、第8位。こちらです。コブラグラスです。 これもね、もうめちゃくちゃ交番狂わせというかですね、え、グロスよりもコブラの方がランキング上みたいなね、最初ちょっと集計してる時にびっくりしたんですけど、やっぱコブラグラス根強い人気があります。え、これも、なぜここなのかっていうのをちょっと考えて、なぜグロスよりコブラグラスが上に行ったのか、ちょっと考えてみたんですけども、こちらはですね、先ほどグロスは強い光当ててくださいって言ったんですけども、コブラは割とね、影でも育つんですよね。 なので、前傾層をやられる方というのは、もう完全にこう、光がバッチリ当たってればいいんですけども、結構流木とか石が傾いてたりとか、こうね、斜めにね、こう立ててたりすると、影を落としてしまうと。で、影のところは前傾層、基本的に育ちません。ところが、コブラグラスは結構日陰でもちゃんとランナー張って、え、生えてくれると。育成的に楽なので、グロッソよりコブラの方がちょっと上に来たのかなと思います。 であとトリミングも結構強いです。成長はかなり遅いので、 その辺はちょっと初心者の方が初めて前傾層をやるっていう時はコブラグラスよりグロスの方がいいと思うんですけどもえ中級者の方とか上級者の方にとってはコブラグラス非常に使いやすいのではないかなと思います成長が遅い分ねえこうトリミング頻度も落とせますしあとまあじっくりとね管理するには適しているのかなと思いますやっぱり前傾層も早すぎるとねトリミングの頻度とかも増えてくるのでそのあたりちょっと中級者向け中級者以上向けの水草になるんですけども まあ根強い人気があったということで、こちらもちょっと私的にはバク狂わせだったかなって感じですね。はい、では次に第7位。はい、こちらです。パールグラスです。もうこちらもね、もうちょっと上かなと思ったんですけども、第7位ということで。 ちょっとね、予想外ですね。こちらもちょっと私の予想が外れてたところなんですけども。まあ、パールクラスはですね、やっぱりこのトリミングめちゃめちゃ強いです。で、綺麗なしじみを作ります。そして気泡もたくさんつけます。えー、なので、結構こう、なんていうか、弱点がないですよね。 え全方向にこう優等生というかですね、とても使いやすい有形層です。ただ、水質的にはかなり軟水とかペ h ハが低めになると成長がぐっと遅くなってしまうので、そのあたりは石と組み合わせるレイアウトにぴったりかなと思います。まあ、そこもちょっとあったのかなと思います。流木レイアウトの場合結構成長が鈍くなっちゃったりとかするので、そのあたりもあるのかなと思います。 あと、立ち上げ直後も、ソイルの効果で弱酸性の軟水になっちゃうので、立ち上げ直後は成長が遅いって言ったところも、若干のデメリットになるかなと思います。それ以外は特に弱点がないので、非常に使いやすい有機層かと思います。葉っぱのサイズも細かいので、小型水槽から大型水槽まで、どんなサイズでもマッチするので、そのあたりはとても使いやすいです。はい、では次に第6位。はい、グリーンロタラです。先ほどのパールグラスの一つ上ということで、 結構、まあ、妥当な結果かなと思います。この辺りはですね、まあ、もうちょっと上かなと思ったんですけども、それでもまあ、第6位ということで、非常に良い,い成績だったと思います。グリーンロタラも、やっぱり優等生ですよね。もう、とにかく弱点がないで、ストリーミングも強いですし、で、ここはパールグラスより、グリーンロタラの方が水質の適応範囲が非常に広いので、立ち上げ直後から結構成長も早いですし、流木レイアウト、石レイアウトを問わず、そこまで、え水質にうるさくないということもあって、 この結果的にはまあパールガスを一つ上というのは妥当なかなと思います。で、これからアクアリウムを初めてチャレンジされる方にとってもグリーンロタラとても使いやすいかと思います。はい、ここからトップ5に入ります。えー、っと、まだね、ここの5位以下まではそんなに差がなかったです、集計上。4位から上がね、一気に離れちゃうんですけど、5位から10位まではそこまでの大きな数字の差はありませんでした。第5位、ウォーターローンです。 ウォーターローンはですね、ここの5位、ある意味番狂わせかなと思います。結構癖がある水草なので、もちろん見栄え的にはもう多分おそらくトップクラスに美しい前景層なんですけど、やっぱりちょっと育成のところがなかなかちょっとね、えー、癖があるので、そのあたりを加味すると5位は非常にできすぎのぐらいのランキングかなと思います。ただこちらのウォーターローンについては当店で、 え、ウォーターローンの育て方の動画、しっかり作っておりまして、そこの方を見ていただければ、おおよそ成功するかと思いますので、それも、まあ、あったのかなと思います。実際当店でもウォーターローン水素を、え、展示しておりましたので、まあ、そこで、実際にどういう風に成長しているのかっていうのをお見せできましたし、あとね、えー、作り方、まあ、ミスト式使っていただく感じにはなるんですけども、ミスト式でやっていただければ、非常に簡単に反応するので、そのあたりは、え、式的には、そこまで高くないかなと思います。 これをミスト式なしでやるとなると、ちょっと難易度がね、ぐっとね、ワンクラス上がっちゃうんですけども、ミスト式でウォーターローンやっていただければ、別に難しいってことは一つもありませんので、もしご興味ございましたら、ウォーターローンの栽培方法については、下の概要欄に上げておきますので、ご興味ございましたら見てみてください。はい、こっからね、一気にドーンとね、5位から4位あの、だいぶ下がったんですけども、かなり人気の範疇に入ってくるっていう感じですね。はい、では第4位、キューバパールグラスです。 えっと、こちらもまあまあ、妥当かなと思いますね。えー、第4位ということで、相当人気がありました。で、やっぱりキューバパールグラスも見栄えのところで、ボータロもそうなんですけども、やっぱりめちゃくちゃ綺麗ですね。えー、葉っぱが細かいですし、まあ、葉っぱが細かいということは、小型水素から大型水素まで幅広く使えるということもあります。 ただ、水質のことを考えると、結構キューバパールグラスは癖があるので、それを考えると、第4位っていうのはもうめちゃくちゃいい成績かなと思います。特に、キューバパールグラスご存知の方も多いと思うんですけども、コードがある程度ないと成長はあまり綺麗にしてくれないので、石レイアウト、特に竜王石みたいなペーハートコードを上げるような石とセットで使うっていうのが、 え、ま、成功の秘訣にはなってくるんですけども、まあ、そこのね、限定っていうか足かせみたいなものがあるにも関わらず要因っていうのはとてもできすぎた、えー、いい結果だとは思います。で、こちらのキューバパールグラスの育成方法につきましても、え、動画過去に作っておりますので、キューバパールグラスの草原作りたいという方はそちらの動画ぜひ見ていただければと思います。はい、では、トップ3に入っていきたいと思います。 やっぱりトップ3に入るっていうのはもう間違いがない水草ですね。特にこれから何しようかなみたいなまだ迷っておられる方にとっては決め手になる順位になってくるのではないかなと思います。はい。では第3位。はい、こちらです。ロタラ SP の HRA です。え、これね、このランキング今見ていただいてた方は気づいてたかもしれないんですけども赤い水草一種類も入ってないですよね。やっとこの HRA が来たかっていうところで やっぱりこの赤系といえばもう HRA みたいな感じで、一番もうこの人気があるかなというのはもう間違いないですね。全種類インディカとかね、ロトンジュフォリアとか、いろんなスーパーレットも含めていろんな赤系の水草あるんですけども、その中でもやっぱりロタラ s PHRA については圧倒的に支持されたのではないかなと思いますで。とにかくやっぱり赤みが強いです。鮮やかです。とにかく綺麗です。ハムのサイズも細かくて、水素サイズ問わずと。 いうこともあって、えー、とても人気がありました。で、育成についても、特に難しいっていことは全然ないので、そのあたりも、えー、指示された原因かなと思います。ただ、トリミングについては、まあ、基本的には問題ないんですけども、インディカとか、グリーンロタラとか、ロトンジフォリアとか、他のロタラに比べると、ちょっと弱いのかな、ちょっと神経質なのかな、っていったところはあります。えー、特に新芽展開がちょっとあんまりね、あの、切った後、あんまり早くなかったりとか、そのあたりもあるので、 まあ若干難易度は他のロタラよりあるのかなっていう感じはありますけど、きっちりとね、しっかりと液肥添加していただければ綺麗に真っ赤になりますので、そのあたりは赤系の水草としては一番いいのではないかなと思います。まあ私的にも赤系で何,何がいいですかと言われたら h r 一押ししておきます。 はい、残すところ、あと2種類の水草になりました。皆さん、おおよそ予測ついてるのではないかなと思うんですけども、あれとあれですね。あれとあれですね。もう、どっちが1位かなって言ったところだけですね。おそらく、そうですね、6割、7割ぐらいの方が正解されるのではないかなと思います。では、まず2位、ご紹介したいと思います。はい、こちらです。ショートヘアグラスです。えー、こちらはですね、もうやっぱり妥当ですよね。 ショートヘアグラスの場合はもうキングオブ草原みたいな感じでもう草原風レイアウトをされるならもう一番最初に候補に上がってくる水草ではないかなと思いますとにかく背丈が短くてもうこの繊細なねこの綺麗な細い葉っぱがふわーっとこう広がる様子はとっても美しいですでなおかつ育成もやりやすいですその点がまあ一番ねこうこのランキングに来た理由なのかなと思います ま、育成方法のところで特に癖があったりとか難易度が高いっていうこともないし、見栄えも綺麗で、ね、このゴルフ場の芝生みたいな草原が作れると。ま、こういったところもあって、ま、やっぱり人気あるかなと思います。で、水質も流木レイアウトでも石のレイアウトでもどっちでも、え、水質には適用できますので、とても使いやすいかと思います。はい、では残すところ、あと1種類だけですね。もうこれ多分ね、発表しなくても、 皆さん分かっておられると思うんですけども、多分言うまでもないんで、ここで多分動画打ち切っても問題ないと思うんですけども、まあ一応発表しておきます。まあ例のあれですね。はい、第1位。はい。今年も強かったニューラージパールグラスです。 うん、まあ、去年も、もうぶっちぎりでこれ1位だったんですけど、まあ、前景層だけのジャンルで言うと去年も1位だったんですけども、やっぱりこの全体、どん、全部の水草のジャンルを含めても、やっぱりニューラージが1位ってことは、もうこれに勝る水草はなかったっていうことですね。うん、まあ、やっぱり何が強いってもう見栄えも綺麗だし、育成もそこそこ早いし、で、育成自体も別に何の問題もないっていうことで、まあ、ショートヘアグラスも一緒なんですけれども、 やっぱりこの育成がしやすくて見た目が美しくて繊細な細かい葉っぱっていうのが人気の共通点なのかなと思います。で、ショートヘアとニューラージこれ1位と2位っていうのはやっぱり好みのサラダ系だと思います。こういったね、こう、線状の細いね、こう、葉っぱを お好みの方はショートヘアグラスですし、こういった絨毯状にカーペットみたいになるのがよろしければ、ニューラージュパールを選ばれると。まあ、こんな感じで好みで1位と2位になっただけかなと思います。特に育成条件であったりとか、美しさで言うと全くどちらもこう映つつけがたい美しさがあるかと思います。前景層で何かおすすめありますかと言われたら、まあやっぱりニューラージュパールグラス <laughs> ですよね。 ま、皆さん、どんな方が見ても美しいですし、ただ単にこう、絨毯状にするだけでなくて、ちょっと段差をレイアウトの中に作って、中段とか上段からこう、垂れるように、しだれるような使い方、こういった表現方法もできるので、ちょっとね、この上級者の方にとってもニューラージュパールグラスは面白い使い方ができるかと思います。もちろん初心者の方でも全然、CO2 と、えあと、強い照明ですね、あれば、全然育成自体は簡単なので、とても使いやすいかと思います。 はい、このような感じで今回はトップ10をもう全ジャンル含めて発表したんですけども、うんこうやって見てみると、やっぱり前傾層の割合が多いですよねで。こうやってトップ10の、今回のトップ10の顔ぶれを見てみると、 10品目中、そうですね。7品目が前傾層ということになりました。ちょっとオーストラリアウォータークローバーをちょっと前傾に含めた場合なんですけども、これでトータル7種類。で、3種類がちょっと高さが出るタイプの水草ですね。グリーンロタラ、HRA、パールグラスと。こんな感じだったんで、やっぱり前傾層強いですね。こうやってみてみると。やっぱり前傾層の場合って、 一面にこう草原風レイアウトされる方も使いますし、あと後ろに有形層を持ってくる方も前傾にこういった背の低いものを敷き詰めるというパターンもあって、まあ両方いろんなね使い方ができるので、やっぱこのあたり前傾層に人気が集中したのではないかなと思います。また来年もこの時期に人気ランキング発表したいと思います。 で、今回のように人気が集中している水草の中から種類を選んで水草水素に使っていただくっていうのはやっぱり見栄えもいい水草が多いですし、あと育成方法も比較的やりやすいものが多いので、そのあたり、水草の品種を選ばれるときの参考にしていただければと思います。で、もし今回のように別のジャンルで何かランキングを知りたいみたいなリクエストがありましたら下の書き込み欄から書いていただければと思います。 その中でご要望が多いランキングについてはまた動画として作らせていただければと思います。で、今回の動画もしお役に立てたってことがございましたらわさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。また皆様が知りたい情報やそしてお困りの点を解決できるような動画これからもどんどん作ってまいりますので継続的に見ていただければ大変嬉しく思います。またいいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しいです。 では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。